はいどうも、赤星赤星瀬尾赤星をします。イエーイイエーイだっしーつけ麺、まじ麺、まじめ大山店さんと読みます。ちょっとまじめじゃないな。まじめ、まじめ、まじめ、まじめです。はい、東上線のね、大山駅でございますが、2018年にオープンしてまして、つけ麺とインスパイア系がね、主なメニューなんですね。ちょっと面白いで、メニューによっていろいろこうサービスがあるんでね、よく確認して、見てくださいというのは、入店の前のチェックですね。さあ入ってみましょう。ね、食券こちら、今行きましたが、つけ麺と、それからまじ麺、からまじ麺とありますが、まじ麺がインスパイア系の、あ、そういうことね。盛りなんですね。まあ、つけ麺もやり方によっては、具材を多くすることも、まあ、できるっちゃできるという、ことですね。そして、今回は、この、まじ麺の小豚と、まあ、小豚と読むかもしれない、特盛りにしてね、今回は注文をしておりますということですね。じゃあどんなグルージュが、こちらはい、牛タン、野菜蒸し、油多め、味濃いめのセルフ味付けニンニクというのは後ほどね、チェックしていきますが、小豚にするとね、まずこの豚がね、これ2枚立つんですね。縦長ですね。ストーンヘンジみたいに、なってますけども。ね、で、ニンニクは、これね、これニンニクなんです。これニンニクなんです。はい。これコールはなくて、尺丼時も入ってません。先に足しましたからね。あ、セルフでね。はい。で、上部にこの唐辛子が乗っててですね、油はスープの中にあるんで、ちょっと蒲田の二郎みたいな、旧ね、蒲田二郎みたいな。あ、このね、唐辛子の感じ。唐辛子の感じもそうですね。で、豚はですね、ちょっと外側がこう焼いてあるんですね。いいじゃない。カリッカリ豚、美味しいです。はい。ところがどっこい、急にもう登場してますよ。どうした？ね、これはね、熱中症対策か。いや、読むということで、これがですね、実はね、豚そのものの味わいが強い方の豚なんでね、ちょっと返しをかけて食べると非常に美味しいんですね。そういう意味でね。そう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 、まあ、ガンガンかけてカリカリ醤油で、いってみてくださいということでね、さらにかけていきます。かけるな。これね、ちょっと理由があります。はいはい、ね、その前にこうラッキー使い切りタイプということで。だから全部使ったんじゃないですよね。あ、まあ。全部使ったんじゃないですよね。フルで入ってたやつを。まあ、フルじゃないです。フルじゃないです。はい、フルじゃないです。当たり前だろ。分かってて言ってんだ、こっちも。すいません。めっちゃ使ったのに初めて出してるから。まあ、これね、野菜タレというタレなんでね、はい、元からかけてねという意図で、ね、ああね、置いてあるんです。そうなんですよ。独断だと思う。ねえ。で、まあ、唐辛子と野菜タレをかけて食べると美味しいということで。麺はね、通常200、大盛り300、特盛り400で、中盛り無料のものがあるんだけども、中盛りにすると何グラムなのかちょっと未確認ということで、中盛り無料という中盛りという、まあ、グラムがあるんで、あ、もうあるのか。そうそうそう、200と300の間に間が多分あると思う。で、麺は一般的なやつよりちょっとね、細めなんですね。その分もちもちしてるんで、歯応えが魅力的なお麺です。さあ、さらにニンニク来ました。カウンターのね、壺の中入ってるんですね。はい、好きなタイミングで、僕は序盤から行きましたもん。はい、これちょっとね、お漬物みたいなニンニクなんですね。はい、少しこう、なんか福神漬けというか、しっとりしてるとか、しっとりしてるとか、あ、もちろん甘くはないですよ。醤油系のニンニクです。はい、美味しい。これライスとね、合わせて先食いしたりしてるうまいんじゃないですか。ニンニク乗っけちゃって、ニンニクライス、そうですね。すごいな、それも。さあ、スープ、これ乳化なんでしょうか、非乳化なんでしょうか。あややみたいな。乳化なんでしょうか。あ、まあ、あったかな。いや、セクシーかキュートかみたいな。全然違いますけど。懐かしい。全然違うけど、まんまであった。やばいです。可愛く聞いてたわ。油がね、かなりこう、どっちでした、すいません。あ、ね、これが実はね、申し訳ない、ちょっとすっきりタイプで魚介のスープなんでね、分かんなかったんですよ。分かんなかったよ。分かんなかった。そうそう、だから確認してください、皆さんで。いや、皆さんで、本当に簡単。あ、どうですか、これ全部使ったらすごいな。あ、違います。いや、分かってんだよ。もちろん分かって言ってんだよ。天丼でラッキー使い切り、全部使ったように見えたから怖かったよね。やっぱやりかねないんだよ。分かんないけど、そんなことないと思うけど、ある程度のね、ある程度の宅全部なくやけ野原になってる。そんな嵐みたいな使い方しないですけども、もともとね、魚系のお出汁が使われてるんで、そこへね、足し算ができる魚粉でしたね、非常に。で、これ味変というよりはね、最初から入れて、単純に破壊力だけ上がっていくタイプのスープになるんでね、最初から入れてもすごく美味しいと思う。属性が変わらないってことです。変わらないです。はいはい、なるほどね。強化されていく感じなんで、いいと思います。ということで、美味しかった。あら、反映してる、反映しちゃいました、これ。特にスープが美味しい。全てがなくなりますね、星さんが。なくなってるじゃん、実際。いや、ぶれないなみたいな。
マシマシレベルは 82.26 ということで、ヤブムロ、いや、いいですいいですか、ヤブの中のお風呂はパンツ風呂、あパンツ、あ感心してんだ、パンツ風呂なわけないのに、初次郎でもよかったね、もうそれだわ、初次郎ということで、じゃあ本当に意図してないでこれにしたんだよね、意図してないです、はい、あというわけで、はい、言っちゃいましたけども、うん、実はですね、うん、今回が300件目なんですね、うん、あすごいな、ちょうど300件目、はい、すごい胃袋が行きましたね、結構ね、1回2000カロリーと考えたら60万じゃんね、はい、60万キロカロリー摂取して、まあ、その分ね動いてないですね、動いてないですね、はい、動いてないですね、はい、話戻りますけども、はい、真面目さんってね、蓮田店ってのがあるんですよ、埼玉県蓮田市に、はい、なんと蓮田店はですね、うん、ドンキホーテの中にあるんですよ、すごくないですか、あすごい、ね、いつかここ行きたいなと思ってたんだけど、はい、ちょっとドンキの中も貸し切りがきついなということで、えドンキ自体を貸し切りってことですか、まあ、じゃないとまずいですよねそんなバカなあの続いては301件目ということでね、うん、一郎みたいなこと言いますねそりゃそうだろうな、まあまあヒット数ね、どこへ行くんでしょうか、ごちそうさまでした、you